アーサー・ヘンリー・ハウ・ジュニアは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ワイオミング大学卒業後の1971年、地元ピッツバーグパイレーツへ、テスト生として24歳でプロ入り。それまでは、プログラマとして、生計を立てていたという。1974年にメジャーデビューし、 ヒューストン・アストロズ遺跡後の1977年より出場機会が大幅に増える。以後1970年代後半から1980年代前半までアストロズのレギュラー内野手に定着。セントルイスカージナルス在籍時の1985年開幕直後に引退を表明。引退後は1986年にテキサス・レンジャーズでコーチを務め。 1989年にアストロズ監督に就任も最初の3年は負け越す。1992年と翌1993年には勝率5割以上と検討するが、1993年限りで解任されてしまう。その後はドミニカウィンターリーグの監督、ロサンゼルス・ドジャースのスカウト、コロラド・ロッキーズの打撃コーチを歴任する。1996年、 トニーラ・ルーサ監督の後釜として、オークランドアスレチックスの監督に就任するも、ここでもアストロズ監督時代同様最初の3年は、負け越してしまう。しかし、ジェイソン・ジアンビの成長や若手の台頭などで戦力が、整った1999年には、ポストシーズン進出こそのガスも87勝を挙げ、最下位という下馬評を覆す躍進を演じた。 翌2000年からは3年連続ポストシーズンに導き、2002年限りでアスレチックス監督を退任。翌2003年から2年間はニューヨークメッツの監督、2007年から2年間はレンジャーズのベンチコーチを務めた。2013年には WBC 中国代表コーチを務めた。若手選手を辛抱強く使い続けることに定評があり、アストロズでは クレイグ・ビジオや、ジェフ・バグウェル、アスレチックスでは、エリック・チャベスやミゲル・テハダの体制に一役買うなど、過渡期のチームで手腕を発揮する監督といえる。逆に早期で結果を求められる、土地柄のニューヨークを本拠地とするメッツでは、大きな功績を残せず、彼の気楽なやり方は、ニューヨークでは馴染まないと失格の楽印を押された。温厚で笑顔を絶やさないため選手からの人望が厚く、 アスレチックス監督時代に解任の噂が出た際には選手数名がビリービーン GM に引き止めを直訴したという逸話がある。ありがとうございます。